ヒュプノスヒュプノスとタナトスが描かれたツボヒュプノスはギリシア神話に登場する眠りの神。ヒュプノスとはギリシア語で眠りの意味であり、眠りを神格化した存在である。ローマ神話におけるソムヌスに相当する。ヘイシオドスの神闘記によればヒュープノスはニュクスの息子で、その兄弟にはタナトスやモロスなどの死を意味する神々がいる。また、 夢がヒプノスの兄弟でもある。兄のタナトスと共に、大地の遥か下方のタルタロスの領域に館を構えている。そして、ニュクスが、地上に夜をもたらす時には、彼も突き従って、人々を眠りに誘うという。兄のタナトスが非常の性格であるのに対し、ヒュープノスは穏やかで心優しい性格であるとされる。人の死も、ヒュープノスが与える最後の眠りであるという。 一般には、有欲の青年の姿で表され、疲れた人間の額を木の枝で触れたり、角から液体を注いだりして人を眠らせるという。オイディウスによれば、眠りの神ヒュープノスは、レームノス島の奥深い洞窟に眠っており、その周りに、モルペウスをはじめとする三種類の夢の神、オネエロイが漂っているとされる。また、キムメリオス人の住むという世界の果ての島の近くに、 クラすとも言われる。ヘーラクレースを迫害するヘーラーに頼まれて、ゼウスを眠らせたことがあり、その後ゼウスに罰せられるところを母であるニュクスに、助けられた。また、トロイア戦争の際にも、戦争から、ゼウスの気をそらそうとしたヘーラーに頼まれて、ゼウスを眠らせており、その後ヘーラーからパーシテアーを妻とすることを許された。ありがとうございます。